一人じゃあお願いします、はい。今日はですね、なんと、飲み物3杯、はい、それから、当てが2品ついて1000円ポッキーコースっていう店があるっていう噂を聞きつけてやってまいりました。本当大丈夫ですね。大丈夫ですよ、はい、じゃあ飲んでいきたいと思います。いらっしゃいませ。はい。では、いただきます。キムチと、はい、冷ややっこで、はい、夜景団チャンネル。3回目、いつもね、あのダルコダルコになるから、いや、ずっとファイザー。ずっとファイザーで、ダルコ。そう。いまだ、3割か4割くらいですよ。まだね、うん。なんか1000円ね、でもそれでももう4回目、ね。そうそう、前からどうぞどうぞ。どうぞどうぞ、言われて。どうなの？ね、ほんまね、どんなことか分からない。その辺が調べてたら遅くなるからもう打たれてやってね。やってもやもんなんですよ。いや、どうやんなん分からん。なんか初めのことやから。いや、あんま言うてるけど、交代十分にあったらええんちゃう、違うかなと。もう3回目打ちました。俺3回目でかかってんねん。かかってるとはどういうこと？打ってかかってんねん。え、コロナかかったんですか？そうよ。え、そうよ。僕もかかりました。効き目ないよ。あんな、あら、あんなあかんで。いや、それは軽いんですよ、やっぱり。あ、打った方がマシンみたい。え、そんなことないぞ。やっぱり重症化とかせえへん。そう、あの、ね、変わるから、変わるから、その、変わるから。打って1週間前にもうかからんで、もう咳が止まらない。そんなもう、ようなった。ほんでも、あれ、区役所から、はい、
休んでくれて、はいはいはい、で薬飲んで、まあ、ね、それで治す。大層なことにはならなかった。ね、外は出られんし。ワクチンしてるからですよ。いや、僕はもう大層やって。大層やったんですか？もうめちゃめちゃ大層で。保健所からも、ほんまやったら次の日に来なあかんのに、うん、1ヶ月ぐらいしてから、勧告書が届いて。そんな遅い。遅すぎよ。もうめっちゃ遅い。電話200回して。あ、もうあの宿泊療養してもらうの。ここは熱が下がらんし、咳出るし。骨もしんどいし。若いからもちょっと。めちゃくちゃもうほんまに、だから年はそこでもあかんよ、そうね、あと思った、あのあだから救急車で運ばれるんやわ思いながらね、うん、そんなこと思いながら今美味しいビール飲んでます、はい、だから4回目もあれやろ、早う打ちなあかんねやろ、そうそうそう、どう、何ヶ月か空けなさんでしょ、やっぱりだから来年もかかんのちゃう、毎年あるコロナ話、はい、ああねえ早いからね子供は。いつもお店って何時ぐらいが混むんですか？5時台ぐらい。あ、5時台ぐらい。から6時、あ、もうそれでちゃんと聞いたらもう最近は来ない。早く家に帰る癖があって、僕は3杯目です、はい、はい、なんで直さんの、うん、何もなかったらね、そこも死んだよ。じゃあここで正解。ママさん映っても大丈夫ですか？大丈夫。じゃあちょっとなんかポーズしてもらって。はい。何でもいいですよ。何でもポーズ。はい。3、2、1。あ、いいですね。相撲取りやんかね。これもまくいくの。あ、映ってもいい。あんな3人もテレビもないね。あれ、今日ねえよ。そうなん、違う。3なん。すごいね、みんなあれ、足元るなって言うんですよ、あれ、ジッコとか、こっちもやろ、そうだ、音が一人でやな、って言います、あの音がまだ若い状で、あ、1000円でした。1000円。はい。はい。ごちそうさまです。美味しかった。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。